いいんだ。お、誰かいいぞ。ジェンキス？ジェットなんとか？ おいでなすったね。おいでなすった。出会った時からピンときていたや。ほう。君は僕と同じ。安定より刺激を求める人種だってことをね。は？そんな君にぜひ頼みたいことがあるんだ。今忙しい。そっか、残念だな。気が変わったらいつでも来てくれよ。いや、帰るの？ちょっと待って。お前を避けてやりたいな。よし、これでいい。看護師か。ご苦労。お、メリンダ。そうだ。つけるのも仕事だ。そうか。なんだ、何笑ってる貴様。切り捨てるぞ。おお、どうしたお前。と、やる気になってくれたのかい？近づいた話しまう。何なんだ。やるわけないだろ。そっか。よし、ちょっと呼ばれかけよう。姫に呼ばれだ。あ、そういう年齢じゃないかな。何でもいい、呼ばれしよう。何でもいい。ここじゃなかったっけ。ここだったら入れないな。てか表にいるか。おお、降りれんじゃん。まあ外にいたし。いないな、さすがに。おお、なんかでかい外人がいるだけ。妙にでかいの、すぐやられるの。つま切りがあって。活力がないとやばいってことか。あ、こいつら。できそれがどうした。それがどうした。それがどうした。寝た方がいいかな。ちょっと見てみるか。ん？お前誰だ？するって、おや、おや、するってと、ベラメイ。ベラメイ。売りたい。違うね。マジか。中道党、え、ヨネスケ？攻撃力5。変わんねえじゃん。正直2980になってる。いつの間に。降りましょう。生クラを打って金を稼ぐ。ヨネスケだけ生あるの。もしかして買ってなかった？ありがとうね。ちょっとまだ。ちょっと呼ばれを、呼ばれにしてから。呼ばれ。呼ばれ、呼ばれしよう。おい。
意外と狭いな。狭い狭い。夜中になってしまった。ありがてえ。というわけでどうするよ。語学上か。そうそう。ああ、ここでもしかしてその外国人と話すための勉強するのかもしれないな。移動すればもしかして朝になるか。どうじゃ、あんたか。ちょっと活力が得られない。任せたまえ。来たいさかいが起こってる。適当に。あれ紫のなんだ。いらっしゃい。いいわよ。よろしくね。儲かったら一杯おごろう。仕事欲しい。はい。あ？なんだいあんた。なんだって？とっとと消えな。そんなつもりではない。出直してきな。何の話してるお前。これなんだ。お前誰だ。え？くそ。仲間にしてくれ。おお、そういうことか。いいか。よしよし。賭博場？ああ、博打ね。博打屋敷の前。な、あれ、入れないだと？あれと。それがどうした？勝負！え、いいのかよ。掛け金10万。銀行。もう40万。決定。え？ああ、花札？ちょっと花札あんまわかんない。さらに増やすと。敵強いじゃん、意外と。花。で、キックやろ？揃ってんのがあんまないんだ。うおー、すごい。こいつ強え。こいこい、ああ、シャーとか。やろう。何でもいいか分からないと。ないなで上がれるけど。よし、やった。3個揃った。やったぜ。取り返したぞ。いいえ。よし、終わり。出直しだ。出直したな。お前誰よ。こいつなんか強そうやな。怪しい顔。般若党か。スカーフをつけて。黒いの夜間悪いことをすることに最適。猫の尻尾。ほうほう。猫耳だと。似合わねえ。大人気の猫耳。マジで。猫耳も大人気。猫の尻尾が取った旅付きの猫好きによる猫好きのための装飾品。サーブとしてその尻尾は大人気だ。なるほど。じゃあ猫耳を。似合わねえけどな。
そういうことだ。よし、払わないっていう手がある。分かったか。この多分アイテムは。ふふん。きっと後で使えるはず。反映されたしっかりと。おお、似合わねえ。このチープな猫耳のために2500も。ガジードが聞いてくれるな。うわ、なんすか、お前。何やってんの。どう、裸ん、何やるって。花札か。どう、花札お願いします。ちょっとよくわかんないね。強いかもしれない。うん、おやばい、これ届かないと。やばいな、ちょっと。うわ、ないぞ。よし、ターン。いいえ。相手が悪かったね。ヤクザを。893、客。おや。負けっぱなしだぜ。お前誰？あれ？あ、こっちいたな、さっき。ケール。向こう侍として、あと、尻尾も欲しいところ。この装備はきっと、珍品として後で使えるはず。そこに治れ！治らねえよ。勝手に治ってろ。仕事有効主。ほう。ていうわけで。ああ、そういうことね。いや、断る。バッキャル。おお、しかいたか、お前。うん。いや、収穫あったな。猫耳が変えたぞ。全く似合わない、猫耳が。次は尻尾だな。お前誰だ、辻切り。あ、ちょっと待てと、おい、辻切り。辻切りやろう。こいつふざけやがって。お、さばいた。強い。おぉちょいちょい。しょうがねえな。まだまだだ。つま切りだー。猫侍のつま切り。おらー。おら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 ごめん。いただき、毒キノコ。勝負、勝負。何で？いや、辻切りをやっただけだから。今だ！辻切りをやっただけだから。何言ってるの、これ。
金を抜いたからか。この店がなくなると困る。なぜ店辞めるんだ。腐る母ちゃんに言うとくるか。なぜ店辞めるんだ。うん。どうするよ。え。ほほ。いや、年なのこれ。すげえ体してるよ。店をついてくれる人を探そう。どうじゃ。おう、お安い声だ。堂島郡司。茶の子さいさいじゃ。よろしくね。うん。さあさあ。堂島くん。人肌脱ごう。ほほ。もうやりもらったな今。うん。どうじゃ。え、攻撃力1だったの？あいつ。いきなり襲ってきやがって、癖しやがって。マジで。いらんな、しかも。説明しよう。じゃ。人肌脱ごう。意外とこ。そりゃ。これだけかね。うん。ありがとうさん。これだけかねって。どれを強くするかな。ヤリンも多分覚えるって言うんだけど、まあ、今回はやめときましょう。よく来た。今日だけじゃぞ。溶かすと、出尽くす。どうじゃ。アイテムどんだけ持てるんだろう。どうじゃ。400回って書いてるの1回だろうな。攻撃力5。え、つかもあるよね、全部。これじゃあるよ。さあさあ、まあいい武器持ってんな。それ残馬刀ですか。ええええええ。ほう。